はいどうも皆さんこんにちは、まひとです。ということで今回はですね、以心伝心をね、ナイトウェイでやっていくんですけども、今回はドッキリです。そのドッキリが、以心伝心で歌う曲のオフボーカルのキーがところどころ変わっていたら、メンバーはどんな反応するのかドッキリイエーイ。ということで、まあこれからね、みんなで同時に撮っていくんだけど、みんなにはね、キーを変えてることを伝えずに、よしじゃあ撮っていくよっていうところから、音源渡してやっていきたいと思います。それやっていきましょう。レッツゴー。ナイトウェイでーす。さあ、ということでね、ドッキリ一心伝心、果たしてナイトウェイメンバー全員歌い切ることができるのか。さあやっていくよ。真人からこれ歌えって言われたんで、歌います。頑張ります。メンバーのこと信じてるけど、いや、キー変わったからって全然全員歌わないとこだけはやめてね。それだけは頼むからね、本当に。袋に詰められた夏のような世間では、誰もがそれぞれで当てがあるこの気取りさせてる。そこに紛れ込んだ僕らの日の強い気持ち悪いんだけど。おいおい、なんかキー高くなった。まあまあまあ、ここまでは歌えるでしょう。幸せのマイナス8来た。ちょっと分からん分からん分からん、低くなったな、意味分からんって。待って、ちょっと待って、なんでドブってんの。やだ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 。隠し事だらけ、好きなぎだらけの本物、意味分からんって。よし、何やこれ。隠し事だらけ、好きなぎだらけの奇跡をやめてください。マジだ。意味わからん、マジで。バカの、どこがいたの。とりあえずもうバグんなよ。カメラさん、お願いお願い。これ怒られないかな。おい、これやばいよ。おい、どういうことだよ。なにこれ、なにこれ、なんだったの。なになに、どういう状況、どういうこと、何があったの。ボケがさ、途中なんか火山みたいな音してたよ。わかる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 。なにあれ、なんかバグってた。いやいやいや、じゃ言っちゃっていいですか。ということで、まあ、僕たちね、歌い手ならどんなにキーを変えても歌える説を検証してました。歌えねえよ。アイスかよ。無理だよ、無理無理無理。お前歌えるわけねえだろ、お前。は歌えなかったの。遠隔操作したかと思った。そうそう。無理不可能だよ。だよね。はぁ、歌えなかった、マジ。信頼しすぎでしょ、お前。いや、信頼してたんだけどな。何の信頼だよ。何の信頼。まあでも、キー変えてる僕も全く歌えなかったな。内緒でお願いします。本人が無理ならそれは無理なんよ。次歌えるように頑張るわ。次頑張りまーす。次やんのね。次じゃないんよ。